牛心理は、万霊史か、万霊史族の植物である。英語の別名であるカスタードアップルに習い、カスタードアップルとも呼ばれる。果実が、牛の心臓に見えることから、和名の牛心理と、英語名のブロック、エスハートがついた。チェリモヤや、アテモヤなど、万霊史族全般の果実を、カスタードアップルの名で呼ぶ場合もあるが、正確には、この案のがレティキュラータを指す名称である。 原産地は西インド諸島と中央アメリカである。一色により東南アジア、台湾、インド、オーストラリア、西アフリカなど広範囲で栽培、自生している。高木で8メートルほどに成長する。7センチメートルほどの薄い赤色の果実を実らせる。直径2から3センチメートルほどの黄緑色の花を咲かす。果実の生殖は可能であるが、 他の万齢種族の果実と比較し食味が劣るため、一般に流通していない。カスタードアップルの原産地、世界の食用植物文化図鑑 P92 バーバラ、サンティッチ、ジェフ・ブライアント著、山本のりお観約ヒーラギ風車2010年1月20日、第1冊、ありがとうございます。